千鳥を放せ。その前に武器を捨てな。全部だよ。要求には従ったぞ。どこに入ってたんだよそれ。 まあいい。五体満足で帰りたきゃおとなしく財布置いていきな。なんなんだいその時代錯誤のチンピロっぷりは。変な町だと思ったら住んでるのも土地狂った連中だね。いいよ、売られた喧嘩は買うのが心情だ。かかってきな。いやー今や。あ、漫画描いてる。サホノさん、一緒にお料理しましょうか。これから全裸コーナーなのに。そんなものまで。余計ダメでしょ。そんな。今度コピーしてあげるから。本当？もちろんですよ、旦那。かわいい。カワウィーン。違う、カワウィーン。カワウィーン。ラバの汗まみれは珍しいわね。男が二人だけになっちまったからな。さすがの俺も頑張らなきゃって思ったわけよ。ってカッコつけてるけど、腕立ての回数辰巳の半分以下だからな。それは仕方ない。私とレオーネでは体重に大きな差がある。ちょっと食堂で待ってたんですけど。滑っちゃった。てえじゃねえよ。包丁持ったまま歩き回るなよ。怖えって。しかも一匹仕留めてるよ。熟練の殺し屋なのだよ。監督、包丁きちんと洗ってくださいね。むしろ使わないでほしいです。卒業生入場。津田、何をジロジロ見ている。あ、そうか、津田はショートカットが好みか。別にそういうわけでは。まあ見てたけど。まあその方がブラスケ見放題だからな。何わけのわからん切れ方してるんですか。もしかして付き合ってたりして。そうですよ。うちも引く。僕と宇佐美さんは全然そんなのじゃないです。なんか傷つく。お前が余計なこと言うから。バイオリンスーリスターじゃなかったの。うん、前よりもっといい音が出せるの。っていうかパワーアップしてるだろ。待て。じゃあね。にゃははは。なんと春菜は力づけで奪ってみせろ、この変質女と言っておりますが。変質、聞き捨てなりませんね。出陣です。アド、ボイス、バレンタインデーなんですけど、このうさぎ山商店街も何かバーッと盛り上がった。何も地蔵。落ち着けお前ら。ダマちゃんたちが吟醸してるので、あたちが黙っていい。おっさんおっさん作らん。毎日飽きずによくやるな。岡崎、見てないで助けてくれよ。アホが映るから嫌だ。ほんとめちゃくちゃ白状っすね。おお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 お
げは。じゃあ何があっても静かにしてるよ。私が眠れないっていうのに、みんな本当に楽しそうでいいですね。姉さん、反省してますか？反省してるならこの棒を伝って降りてきてください。うん、してるしてる。早く下ろして。きついな。津田くん、おはよう。あ、おはようございます。津田くん、今から朝食？時間なかったもので。パンとお茶だけで足りる？懐があれでして。津田、アリアから聞いたぞ。朝食にあれは体に良くない。パン、ティーだなんて。何のことだ？好きだから。